6月11日、アメリカ時間、大谷選手は、ドジャーススタジアムでのレンジャーズとの試合で、2番 DH として出場しました。最初の打席で、彼は死球を得て、その後、MLB キャリアで、101回目の投塁に成功しました。変化球で有名な相手投手のデーン・ダニングと対戦し、大谷は多くの困難に直面しました。以前、2021年から、昨シーズンまでエンゼルスでプレーしていた時、 彼は21打席でわずか4安だ、打率0.190、本塁打なし、RBI は1点だけでした。しかし、この試合の最初の打席でダニングから支給を得た後、大谷はシーズン15回目の盗塁に成功し、MLB での盗塁総数を101にしました。この成績により、彼は日本人選手の松井和夫の102盗塁の記録にあと1回となりました。盗塁成功後、大谷はセカンドベースに立ちました。 同僚のフレディ・フリーマンが打った時、ボールは相手のライトフィールダーのすぐ前に落ちました。通常、この状況では、セカンドベースの選手は、サードベースに進むことができますが、大谷はそうしませんでした。正確な理由は不明ですが、彼がボールを見失ったか、状況をご判断した可能性があります。これは珍しく、かなり驚くべき光景でした。今シーズン、大谷は、判断ミスを多く犯しています。自分で決定する代わりに、サードベースコーチの指示を聞いて従うべきです。 強いチームのルールが大谷の本能的なプレーを徐々に奪っています。ダニングはエンゼルス時代の大谷と何度も対戦しており、そのため彼は以前の大谷のイメージで投球するのが非常に難しいようです。現在の大谷にとって支球を得ることは非常に貴重です。今日はヤンキースとの試合とは異なり、大谷はボールを注意深く観察していました。現時点では彼はストライクゾーン内のボールを打てていないかもしれません。 しかし、彼が良い機会を待ち、打席で急がなければ、ヒットを打つ可能性は高くなります。第5球は、完全にストライクゾーンに入っていましたが、審判はボールと判定しました。ラッキーでした。今、大谷が狙う死球は、チームへの唯一の貢献です。しかし、盗塁は素晴らしいものでした。次の打席は、さらに緊張感があります。今シーズン、本塁打の数は、おそらく30本程度に留まるでしょう。 スミスの本塁打も同僚の助けがありましたので、大谷は運が良かったと思います。弱い照明がフィールドの選手たちに影響を与える可能性があります。今日、私は大谷の青い靴に注意を払い、それが面白かったです。大谷は以前にもレンジャーズと何度も対戦しているため、とてもリラックスして楽しそうでした。最近のヤンキースとの試合では、大谷は重要な場面に直面し、時には失敗しました。 時々彼は最後の打者として試合の結果を決定する役割を果たしました。タイブレイクの状況では彼はセカンドベースに立ち得点を挙げました。これは彼がチームの勝利に貢献する打者であることを示しています。この試合での大谷の支球は比較的成功し、特にデーンダニングとの対戦時には効果的でした。ダニングは変化球で有名です。 過去2021年から昨シーズンまでエンゼルスでプレーしていた時、大谷はダニングとの対戦で21打席でわずか4安だ、打率0.190、本塁打なし、RBI は1点だけでした。この結果はダニングが大谷にとって本当に厄介な相手であることを示しています。 しかし、この試合の最初の打席で、大谷はダニングから支給を得て、大谷の忍耐力と状況把握能力が改善されたことを示しました。支給を得た後、大谷はシーズン15回目の盗塁に成功し、MLB での盗塁総数を101にしました。この成績により、彼は日本人選手の松井和夫の102盗塁の記録にあと1回となりました。 この行動は、大谷の俊敏さと、鋭さを示すだけでなく、常にチームに利益をもたらす機会を探していることを示しています。しかし、盗塁直後、大谷はサードベースに進むことはありませんでした。大谷が状況をご判断した可能性があります。野球では、ボールを見失ったり、状況を正確に把握できなかったりすることがあります。大谷選手は、ライトフィルダーがボールを取ると考え、アウトにならないように、サードベースに進むことを避けたかもしれません。 大谷選手は過去にダニング投手と対戦して苦労しており、それが彼の判断に影響を与えた可能性があります。チームが有利な状況であることから、彼の慎重さがこの場面でのリスクを避ける要因となったかもしれません。それでもドジャースは攻撃を続け、ワンナウトでランナーが一塁と二塁にいる状況で、ウィル・スミスが今シーズン10本目のホームランを放ち、ドジャースは3-0とリードしました。その直後、レンジャーズは1点を取り、差を縮めました。 MLB でのキャリアで101回の盗塁を達成することは特に盗塁を専門としない選手にとっては大きな成果です。日本の野球史上同様の記録を達成した選手は数人しかいません。102回の盗塁記録を持つ松井和夫選手がその一人です。大谷選手がこの記録に迫ることは彼がフィールド上で比較的俊敏であることを示しています。しかしこの盗塁数はアーロン・ジャッジやアクーニャ・ジュニアと比べるとかなり控えめです。 2022年、アーロン・ジャッジ選手は、打率311、本類打62本、盗塁16回、RBI131 点という、印象的な成績を収めました。2023年、ロナルド・アクーニャ・ジュニア選手も打率337、本類打41本、盗塁73回、RBI106 点と、素晴らしい成績を残しました。昨年、多くのファンは、大谷選手が打者としての役割に集中すれば、 本類だと盗塁の数が大幅に増え、アクーニャ・ジュニアとジャッジの成績を簡単に上回るだろうと考えていました。しかし、彼らは言い過ぎたようです。大谷選手の盗塁技術には多くの強みがありますが、弱点もあります。大谷選手は非常に優れたスピードを持っており、これは彼が盗塁を成功させるための重要な要素です。大谷選手のスピードは、ベース間の迅速な移動を可能にするだけでなく、相手の投手や捕手にプレッシャーを与えます。 レンジャーズとの試合で大谷選手は101回目の投塁に成功しそのスピードを示しました大谷選手の投塁技術におけるもう一つの重要な要素は状況を読む能力です彼は走り始める適切なタイミングを判断し相手の守備選手の位置と距離を把握する能力がありますこの能力により大谷選手は安全なタイミングで投塁を実行し捕まるリスクを最小限に抑えます大谷選手のスライディング技術も 通る維持に捕まらないための重要な要素です。彼はスピードを最大限に活用し、相手の反応時間を最小限に抑えるための体の姿勢を維持する方法を知っています。この技術は特にギリギリの状況でベースにスライディングする際に彼をより安全にします。しかし、大谷選手の状況判断能力が通常は非常に優れているにもかかわらず、彼が誤って評価することもあります。 レンジャーズとの試合でセカンドベースに立っていた大谷選手は同僚のフレディ・フリーマンが打った時にサードベースに進みませんでした。ボールは相手のライトフィールダーのすぐ前に落ちました。通常、この状況ではセカンドベースの選手はサードベースに進むことができますが大谷選手はそうしませんでした。これは彼がボールを見失ったか相手守備選手の反応を誤って評価したためかもしれません。大谷選手の盗塁技術のもう一つの弱点は いくつかの状況での決断力の欠如かもしれません。決断力の欠如は、ベースに進む機会を逃したり、走ろうとした時に、捕まったりする原因になります。レンジャーズとの試合で、サードベースに進まなかった、大谷選手の決断力の欠如が、チームの追加得点の機会を失わせたかもしれません。大谷選手はいくつかの状況で過度に慎重になる傾向があり、これも弱点となることがあります。 この慎重さは彼に多くのリスクを避けさせますが、同時にベースに進む良い機会を逃す原因にもなります。レンジャーズとの試合でサードベースに進まなかったのは安全を確保したかったからかもしれませんが、これも相手に対する大きなプレッシャーを作り出す機会を失いました。それでも、この盗塁はレンジャーズとの試合での彼の明るいポイントとみなされています。以前の試合でも、大谷選手にはいくつかの目立った瞬間がありました。 典型的なのは、6月9日のヤンキース戦で、大谷選手は、サイ・ヤング・ショーの候補である、投手、ルイスギルと対戦しました。最初の打席で、大谷選手は、センターフィールドでフライアウトし、次の打席では、ライトフィールドでアウトになりました。5回目の打席では、2アウトでランナーがセカンドベースにいる状況で、レフトフィールドでフライアウトしました。しかし、8回目の打席で、投手ルーク・ユイーバーと対戦した際、大谷選手はダブルを放ち、2試合連続で得点しました。 大谷選手は、フィールド上のあらゆる状況での柔軟性と優れたスピードを、再び証明しました。試合中に珍しく驚くべき状況に直面したにもかかわらず、大谷選手の死球と盗塁は、ドジャースがレンジャーズに対して、優位を保つのに貢献しました。試合はまだ続いており、大谷選手がさらに多くの素晴らしいブレイクスルーをもたらすことを期待しています。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で、話を盛り上げてください。 他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。